Hey guys! モンスタージョン TV! 今回はオロチの能力の前任者は空島出身だった?という件についてお話をしていきたいなと思います。先日のアニメの回想、いや、先々日といえばいいのかな。今撮ってるタイミングは少し前になりますので、先々日と表現しましょう。ロジャー海賊団が空島へたどり着きましたね。そこでいろんな場面が出てきました。懐かしいようなあんな場面、こんな場面、すごく楽しかったわけでございますけども、そこで気になる場面があったんですね。黄金の壁に描かれた一枚の絵でございます。そこには人間の姿をし、首が蛇のようになっている何者かが描かれておりました。これ思いっきりオロチを連想する一枚に思えるんですね。まあ仮にこれをオロチの前任者だとするのであれば、それと戦う謎の人物も一緒に描かれていると。そしてその人物の手には剣があるわけでございます。その戦いの行方はどうなったのか。まあ手に剣があって、そういう風に蛇の首を出しているというところでは、まあ、ぶった切って勝ってくれたのかななんていう風に思いますけどもね。そういったところからやはり連想していくのは剣というところで侍だったりとか、今の状況を考えていくとゾロ先輩がまあ一番そこと合ってるのかなっていう風に思います。まあ赤鞘がぶっ倒していくっていうのも十分にあり得る話だと思いますけども、やはりオロチのやっていることっていうのはひどいですよね。だから相当な終わりを迎えてほしいなと思うところもあるのと、それを倒す者が言うならばヒーローになると僕は思うんですね。だからゾロ先輩はオロチをぶっ倒してくれるのではないのかなんていうふうに思います。ポイントとなるのは穂紫でございますね。これに関しては、まあ、今回のこの首がたくさん生えてるのを見ると連想するものは2つ。1つはヒュドラ、これはギリシャ神話から来ているところでございまして、ヒュドラがまあ1つ連想されるもので、そしてオロチと言ってあの首を考えるとヤマタノオロチ、まあこれをね一番連想するのがっぽいのかなと。なんならヒュドラっていうところではヒドラからのマゼランギリアロがいるわけでございますから、まあなおさらちょっとどうなのかなっていうふうに思うところもあるわけでございます。ただね、こういったオマージュを取り入れて合体させて新たなストーリー展開をしていくっていうことも考えられる。例えばヤマタノオロチ、これに関してのであれば普通に行けばこれ泥酔してるところを首をスパッといかれるっていうのがまあ従来の話の流れなんですけども、今の展開で果たしてオロチが酒を飲み出すのかって考えるとまあないよね。もしかしたらなんかいろいろとこれダメだ、あーそうだな、宴でもやるかみたいなまあ展開にならないよねっていう風に思うわけですよ。だからまあ泥酔してぶった切られるっていうのは早々にねえのかなと。じゃあ逆にこのギリシャ神話のヒュドラを考えていくとどうなのか。これね、ヒュドラの倒し方っていうのがすごいトリッキーなんですね。切っていくわけですよ。切っていくんだけども、そのすぐ再生してしまうから剣でね、燃える剣でそれをこう炙るというかね、そういった形で、まあ、傷口を止めていくような、それで再生を止めたっていう流れがあるんですよ。でそこから連想するのってやっぱ本紫じゃないですか。ゾロ先輩はこの狐尾流をマスターしていたわけでございますから、ゾロ先輩がそういう風に首をぶった切っていって能力の発動をできないようにするっていうようなまあ戦い方もするのではないのかっていう風に思うんですよね。で首をね全部普通に切っても俺多分ねやられないのかなっていう風に思うんですよね。だからここから先の展開ポイントとなってくるのは、やはり何度切っても立ち上がってくるオロチを完全に仕留める、やはりゾロ先輩なのかななんていう風に思います。で最後はなんか大きな岩で潰して封印みたいな感じでね終わっていたりするので、このヒュドラはね、そういう風になるのかどうなのかっていうのはちょっと難しいところはありますけどもね。結局はだから例えばホーディーとかもまあ捕まっているわけですよ。だからオロチも同様に、まあ、最後はなんか捕まってるのかなっていう、イコールそれは封印っていうところにもつながるところはあるのかななんて思うんですよね。回廊石かまわし、しっかりととっ捕まえるみたいな、そういったパターンはあるのかななんて思います。ちなみにこれ何が面白いかって、先ほどお話しした空島の壁画ですね。改めてこの話を踏まえて見てみると、これ敵オロチ感すごいよね。でもう一人はゾロ先輩感めちゃくちゃあるわけじゃないですか。だけどもよーくこのねゾロ先輩としている人物の姿
顔、首元、耳元、ね、耳元を見てほしいんですけども、これピアスついてますよね。形状は違いますけど、なおさらゾロ先輩を連想してしまいますよね。ということで、こういったところから考えても、まあこの壁画からね、考えられるのは、ゾロ先輩がこのオロチをぶっ倒していくのではないのかっていうね、まあ考え方次第では、赤座やそれこそこの今の炎の流れを言うのであれば、金右衛門がぶっ倒していくっていうのは十分にあり得る話だと思います。だけども、最終的なところでの決着をつけに行くのはやはりゾロ先輩なのかなと。さらにその金右衛門の可能性を、まあ言うなら、まあ潰していくのであれば、耳のピアス、これを考えると、なおさらゾロ先輩の方が可能性は高くなってくるのかな、なんていう風に思います。あとは日和との流れだよね。日和も相当オロチに対して恨みを持っているわけでございますから、そこら辺の下りをどういう風に回収していくのかっていうのも今後の見どころの一つなのかなっていう風に思います。和の国後半戦に入ってるのかな。援軍のことを考えたりとか、黒ひげのことを考えたりすると、まだまだここから荒れていくのかなと思います。ここから先の展開、さらに目が離せなくなるのかなっていう風に思います。そして、改めて VTuber に変わっていったモンスターズジョン TV でございますけども、現在この VTuber 誕生を記念して Twitter でプレゼント企画をやっております。ぜひとも皆さん、このプレゼント企画参加してくれたらなと思います。で、これからはこれを月に2回ほどねやっていこうかなっていう風に思います。ぜひともみんな参加してもらえたらなと。そしてモンスターズジョン TV が VTuber になったぞっていうことを、ぜひともいろんな人にねお知らせしてほしいなと思います。これからいろんな形でね、このワンピースをもっともっといろんな人に知ってもらえるように動画投稿していきたいなと。で、さらには僕が好きな作品っていうのをみんなに伝えていきたいなっていうふうに思います。それぞれの方々がね、いろんな作品を見ていて、で、本当にね今のご時世楽しい作品いっぱいあるんですよ。それをみんなでシェアできるっていうのが今の時代の素晴らしいところなんですよ。だから、もっともっと僕の思う最高のものっていうのをみんなに紹介していきたいなっていうふうに思いますので、この輪をみんなで一緒に広げていけたらなと思います。改めて VTuber になったモンスターズジョン TV、 言うなら中身は変わってないですからね。ぜひともみんなで一緒に楽しいことをこれからも変わらずしていきましょう。そして、これから歌ってみた動画、これ結構増えますよ。毎月出していくのかなっていうふうに思いますので、そちらもチェックしてもらえたらなと。で、 YouTube で聞くときっていうのは、まあ例えば広告が流れたりしてね、すぐに聞けないような時ってあるわけじゃないですか。 Spotify、 僕 Spotify を始めまして、この Spotify でこれからそういった曲を、配信していく流れになります。すでに今結構ね出しているんですけども、登録をねこれぜひしてほしいなと。ここで Spotify でね、曲を自由に聴けるということで、こちらもチェックしてもらえたらなと思います。そんな感じでいろいろとアナウンスしてきましたけども、皆さんもろもろとよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で締めていきましょう。また次回お会いしましょう。 See you next time!